三影町は、兵庫県向こうに属した町であり、現在の町名では、三影本町、三影中町、三影国町、三影塚町、三影、三影郡家、三影山手にあたる区域に存在した。1889年に、町村制に従い、三影村、高下村、平野村、石屋村、東明村を合わせて成立した。当時は、 う内軍所属であったが、1896年軍政志向に、伴い同軍は、向こ軍に編入された。平野村の一部であった西平野は1875年に、六甲村高輪に合わしたが、1929年に、六甲村が、神戸市に併合されるときに、三陰町へ再統合し、当初高派と称していたが、 1934年1月に西平野と解消した。現東灘区域2町3村及び聖堂村の神戸市への合併計画は戦前より持ち上がっていたが、1950年、ついに神戸市に編入され、東灘区の一部となった。町有財産は、三陰財産区と神戸財産区の二つの財産区に引き継がれた。三影町略三影町の大技。 区、障子は1936年当時以下の通りである。区は、町村制第68条により、書務便宜のために設けられたもので地名の故障に関係はないが、当時の各地区の通称であるため、今日でも、団り祭りの区域割りに見ることができる。 旧大技は透名を除いた4つが存続していたが、2008年11月11日に行われた住居表示実施に伴って、三影一から三丁目と三影郡家一から二丁目に再編されたため消滅した。三影町役場は当初、初代東灘区役所と同じ場所である三影町。 三影屋ざかみなか708番地の3、現、三影尋常小学校の一角にあった。1891年に、三影町三影屋ざかみなか710番地に移った。次来、町民人口は膨れ上がり、3倍近くなった人口に、対応すべく、リーンも3倍以上となり、庁舎が、境愛極まりなくなった1923年、改築の発議が起こった。 同年3月の町会において、あらかじめ積み立てた、新築準備金7万円と、繰越金8万円の合わせて15万円を財源に、翌1924年、三影公会堂で知られた、清水栄治の設計で、近世ドイツ風を加味した鉄筋コンクリート建築の2階建て新庁舎が、最初の町役場と同じ場所に完成した。この庁舎は、 神戸市への合併後も東灘区役所として用いられ、1955年に住吉東町に移転するまで、区政の中心であった。移転後は区役所三陰出張所として機能し、出張所が廃されてからは東灘建設事務所区各整理課が使用。1972年からは財団法人兵庫県に究法医学協会が使用。 1978年に老朽化で取り壊された。農産物は、米、麦。他に素材があるが、自給すらなお不足する。大日本特農家名官によれば、三影町の特農家は、戸野村善志郎のみである。酒造は、古き歴史を有し、両系阪神地方を、おもとし、また全国に販路を有するに至る。商業は、酒造業を中心に発達。 靴、旅、外箱、下駄、酒だる、石材等を製造する。見陰で、酒錠造業を営む荒井かえもん、石田孫七郎、泉木之助、泉千助、加納二郎衛門、ん、河北俊二、木村木平、小網氏、八郎、菅井角之助、安福武之助などは、貴族院多額納税者議員選挙の五選資格を、有する。家主は、高島達助。 高島も一などがいた。ありがとうございます。